今年も桑名市の多度大社で開かれることになった上げ馬神事。歴史ある上げ馬神事を今後も人馬一体となった祭りとして継承していきたいという結論となりました。上げ馬神事といえば、多度大社で毎年5月に開かれ、高さ2メートルの土の壁を馬が駆け上がり、乗り越えた回数で1年の吉凶を占う、およそ700年続くといわれる伝統の祭りです。しかし去年の神事では怪我をした馬1頭が殺処分となり、動物虐待に当たるのではと批判が相次いだことで、県が去年8月多度大社に対して神事の改善を求める勧告を行いました。主催者側はこれまで3回にわたり獣医師や馬術に関わる専門家などの有識者を交え検討会を実施。馬にとっても人にとっても危険な2メートルの壁を撤去するのかということが主な論点になっていました。ただいま、そして今日の主催者側の会見では、地元関係者からは提言に沿って改善していく旨の回答をいただいております。壁はなくしていただき、緩やかな上り坂のみとする、路面を整備し表面に砂を敷いていただく。土壁を完全になくし緩やかな上り坂にするなどの改善策を示した上で、今年もこれまでと同じ5月4日からの2日間で神事の開催を発表しました。一方でこれまで参加していた地元の6地区のうち3地区がより深く議論を重ねることなどを理由に神事への参加を辞退したということです。